お経はお経で聞きゃいいんです。帰ったらろくなことないです。またもっとひどい目に遭うんです。もうね、そっち行っちゃい、常識外れのやつのとこ付き合ってちゃダメなんです。ね、いつかこの人が立ち直って、立ち直るなら、そんなこと、そういうの構っちゃいけないんです。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。成功したいなら、成功に向かう道を歩けばよいとひとりさんは言っています。それはその通りなのですが、ただ難しいのは、自分が歩いているのが成功の道なのか、それとも違うのかがわからないということ。成功の道を行こうとも、失敗の道を歩き続けようとも、困難はやってくるそうですから、その判断はますます迷ってしまいます。今回は、成功の道の見分け方について、ひとりさんが教えてくれます。まずはこの見方をしっかり身につけて、成功に向かうことが第一歩です。そしてすでに成功の方に向いて歩いている人も油断してはいけません。分岐点はこの先もありますから、常に見極める目を持って成功の方を選んでください。シンプルですがとても重要な内容です。わかるまでしっかり聞いて、あなたの人生に役立ててください。おはようございます。おはようございます。ですね、このテープに関して言いますと、聞きたい人だけが聞いてください。皆さんのところに回るかどうかわかりません。ちょっとですね、分けありのテープになります。1から始めるというものです。1から始めるってどういうことですかっていうと、ものは 1,2,3,4 から始まるんですよ。ね、言葉は有名から始まる。で、この宇宙がドーンと爆発した時に一番最初に出た音がアーなんです。アー、オー、ムーンから始まるんです。1から始まるんです。で、物は1から始まる。知恵でも何でも1から始まるんです。そのアが凝縮して溜まってるところが頭なんです。だから頭というのは無限の広がりを持っています。で、物事が次から次と生まれるんですよ。それでこの1から始めるってどういうことですかって言った時に、1とは自分が今いる場所なんです。で、今自分がいる場所から始めなきゃならない。それで人間っていうのは本来は幸せになるようにできてるんです。わかりますよね。それで自分が今まで歩いてきた道というのがあるんです。それでこっからこっちに行く。要するに成功の道がこっちだとしますね。それがこっち向かって歩いてっちゃう。歩けば歩くほど成功から遠ざかっていっちゃう。ところが、この時点から向きをこっちに変えたとしますよね。どこからでもその人が向いたところから成功の位置に行けるんですよ。だから今までどんな生活しててもいいんですよ。それで、正しい方向に向いて成功の方に向かって歩き出す、気出してくると、どういう結果が起きるかというと、自分を高めてくれる試練がある。試練で、その困難ですね、はい、で、その困難を乗り越えるとご褒美がもらえる。報酬が、報酬というのはもらえるんですよ。わかりますか？だから困難はどこに行ってもあるんです。ところが成功じゃない方へ向かっていった場合、困難が出てくるんです。で、それを乗り越えるとどうなるかっていうと、報いがあるんですね。で、報酬の方も報いも同じ字なんですよ。だけどえらい違いなんです。なんでかっていうと、苦労する、間違った道でも苦労だね。そこで苦労を乗り越えたら幸せになれるんだと思うんですね。ところが、間違った道で乗り越えると、この道は間違ってますよというのを教えるために出てきた困難だから、それを乗り越えたらもっと困難が来るんです。だから、努力しても努力しても、結果がいつも報われない人は、
必ず成功じゃない道を言ってるんです。で、成功の道に出てきたことは、一つ乗り越えればご褒美をもらえる。で、また一つ乗り越えればご褒美をもらえるんですよ。ね。で、この前こういうのがあったんですよね。あんまりこういう一例だから、自分とは対象にならないと思うんですけど、もう旦那が暴力振るってどうしようもないと。あんまりひどいんでね、駆け込み寺まで行って、で、駆け込み寺へ行ったらば、ね、そこで初めてお経を持ちした。そのお経の素晴らしさ、自分はすごい感銘したときに、こんな素晴らしい体験を実はさせてくれたのは、旦那さんなんです。だから、私は旦那のもとへ帰んなきゃいけないって帰った人がいるんですよ。ダメですね。もう、暴力振るったとか、そうだよ。おかしいんです。わかりますか？お経はお経で聞きゃいいんです。で、帰ったらろくなことないんです。また、もっとひどい目に遭うんです。もうね、そっち行っちゃい、常識外れの奴のとこ付き合ってちゃダメなんです。ね、いつかこの人が立ち直って、立ち直るならそんなこと、そういうの構っちゃいけないんです。わかります？ね、仕事でも何でも自分はどん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 努力してるの、どうしてもうまくいかなかったら必ず自分は間違ってんじゃないか。その間違ってることをずーっと押し通すのは実は我なんです。この前司のウィークリーマンションの社長が出てて、潰れちゃったんですよね、あそこね。よそに取られて。そしたら、最初はなかなか銀行が相手にしてくれなかったけど、バブルの終わり頃になったら、これいかがですか、これいかがですかと持ってきて、自分はやっと銀行に信用されたんだっていろいろ買っちゃったら、最終的に筒みたいなの全部押し付けられちゃって、潰れてったんだよね。その時その人が、昔の週刊誌なんか全部読み直してみたり、いろんな新聞見たら、もうバブルが潰れるということはずーっと出てたんだ。ところがそれを見る目がなかった。お知らせは出てるのにずっと見れない。それは自分の我が強い。こんなことなりっこないだろ。冷静さんを書いてるんですよ。もしかしたら自分は間違ってんじゃないか。成功の道を歩きながらも常に自分に出てきた困難を乗り越えた時、報酬、神様からのご褒美、幸せ感、もう本当に良かったなって、これをいただいてますか？乗り越えるためにまた次の、ね、こんなの、ご褒美じゃなくて報いが来てんだ。そのことをわからないで、ずーっと行くと行けば行くほど大変なんじゃ。成功がこっちなのにこっち向いて歩いてる人よ。成功からずーっと遠ざかっちゃう。幸せからも遠ざかっちゃう。幸せの道じゃないの。そういう人ってのは勝手に変な解釈してる。ね、駆け込み寺行くほど殴られたりなんかしてね、この人のおかげでお経を聞けたとかね、こじつけです。それって、うん、そうだねって言う人もいるかもわかりません。でも私は言いません。あなたの今を見てください。あなたには困難が襲ってきませんか？ね、とんでもないことが起きませんか？そういうことしてると、本当に泥棒に回し、強盗に回し、殺されることもあります。そっちじゃないです。行く道が違うんです。自分の今いる位置から成功のことを考えましょう。さっき言ったように、経済のこともそうです。今から経済のことを考えれば、正しい道ってはわかるんです。仕事の方もそうです。さっき言った仕事の話の中に出てたように、自分が新規の客を取らなきゃいけない。それもどうせ取るなら、勢いをつけてやらなきゃいけないんだ。って言ったとき仕事はうまくいき出すんです。成功の道へ向かい出すんです。だから成功する人も成功しない人も大した違いはないんです。ニコニコしてやってるか、勢いよくやってるか、こんにちはって言いながら配ってるか、いやいややってるか、それで違うんです。ね。成功の道には必ず神様からのご褒美があるんです。それで失敗の道は生かしたくないから、そっちじゃない、そっちじゃないって言って、次々と困難が出るんです。で、困難を乗り越えても、報いは来ることはあっても、報酬は来ないんです。なんか、まか不思議な話ですから、これは、聞ける人だけが聞く。特に、生きがいの創造とか、そういうのを読み終わった人が、これを見るのは、すごくいいことだと思います。で、以上で終わります。はい、ありがとう。感謝してます。
何かをスタートすることを一から始めると言いますが、この世のどんなこともすべては一から始まります。幸せに成功したければ一から成功の方に向いて進んでください。一というのは今自分がいる場所のこと。もし今あなたが間違った道やいてはいけないところにいたとしても、そこがあなたの一ですから、直ちに向きを変えて成功の方を向けば、そこから成功の道が始まります。私たちはみんな幸せになるようにできています。遅すぎるとかもうダメということはありませんから、自分が今いるところから幸せになることができます。そこで難しいのは幸せの道を探す方法です。成功の道は一般的にスムーズに進むことができると言われますが、成功の道にも失敗の道にも困難はあるため、それだけで見極めるのは難しいもの。見極め方の一つの基準はご褒美があるかどうかです。成功の道で困難を乗り越えれば、必ずそのご褒美がもらえます。そのご褒美の大きさは人によって違いますが、何か素敵な報酬がやってきます。失敗の道にある困難は乗り越えてもご褒美はありません。それどころかもっと大きな試練がやってきたりして、頑張れば頑張るほど苦しくなっていきます。なぜこんなことになるのか。それは間違った道に進めば神様が止めようとしてくれるからです。困難を前に置いて、そっちに行ってはダメだと教えてくれているのです。それなのに、せっかくの警告を無視してどんどん突き進めば、それを止めようともっと大きな困難に当たるように仕組まれるのが人生。自分ではこちらだと思っても、行けども行けども幸せに行き着かないとしたら、それは方向を見誤っているということに気づいてください。ここでなぜか、せっかくの神様からの警告を間違って捉える人がいます。暴力を振るうパートナーから逃げたその先で見た景色があまりに美しかったとします。この景色を見られたのは、この機会を作ってくれたパートナーのおかげというのは間違った捉え方。そもそもパートナーに暴力を振るうことがおかしいのですから、そこに感謝するのは間違っています。間違った感謝の念を持ってパートナーの元に戻れば、また前と同じ恐ろしい目に遭ってしまうのです。私たちは正しい道を歩けば、必ず成功するように神様が仕組んでくれています。困難を乗り越えた先が前よりいい世界にならないとしたら、それは間違った道を選んだということ。また成功の道を見極めるときに、我を強く持っていると判断が鈍ります。自分のやっていることに間違いはないと思い込んでいると、道を誤ってしまいます。例えば絶対に儲かる仕事を誰かに紹介されたとします。本来法外な儲け話に絶対ということはありません。そしてそんな美味しい話が部分的に本当だとしても、それを赤の他人が持ってきてくれるはずなどありません。我を置いて冷静に考えれば、誰にだってわかること。ですが自分だけは大丈夫と思い込んでいれば、それに簡単に引っかかってしまいます。それが我の恐ろしいところ。本当に幸せに成功したいのであれば、我を抑えて世の中をフラットに見ることが大切です。私たちはみんな成功するようにできています。それなのに成功できない人が多くいるのは、我が強かったり、正しく世の中を見ることができていなかったりするからです。成功の道にも困難は待ち受けていますが、幸せの道にある困難は、あなたの知恵で軽やかに乗り越えられるもの。そしてそれを乗り越えた先には、いいことが必ずあります。どうしようもないほど苦しい問題がいくつもいくつも繰り返し降ってくるのはおかしいのです。そんな時にやるべきは、まずはおかしいことに気づくこと。そして自分の我が強いことや解釈が間違っていることに気づいてください。気づいたところを1として、そこから成功の方に向くのです。間違った道を歩いていると我慢を強いられます。我と思い込みを手放した成功の道に我慢はありません。今あなたが何をやってもうまくいかないとしたら、ちょっと立ち止まって自分の歩いた道について考えてみてください。今うまくいっているのなら、時々自分の歩いている道を点検すること。それだけで私たちはずっと幸せで成功し続けられます。あなたの目の前の困難は、自分を高めるためのものなのか、それともそっちに行くなという神様からの警告なのか。
あなたはそれを見極める力を絶対に持っています。今いるところが私たちの位置。一から成功に向かって幸せの道を歩いていきたいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに全ての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。